日本語能力試験、懲戒 N2 これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。 いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。 では始めます。1番。1> 大学で女の先輩と男の学生がクラブの合宿について話しています。男の学生は何をしなければなりませんか？明後日からのテニスクラブの合宿について確認をしたいんだけど、今いい？まず人数だけど。 参加者はコーチを入れて20人で確定です申し込んだ時から変更はありませんありがとうコーチの都合で朝の出発時間が30分遅くなったでしょう。貸切バスの会社にはもう知らせたって言ってたよねはいじゃあ大丈夫だねコーチと他のメンバーたちには当日の集合時間が変わったこと連絡しておいたよペンションにも 到着時間の変更を伝えてあるよねそうでしたすみません忘れずにね迷惑かかるといけないからえっ、ー、と朝晩はこの時期にしては気温が低くなるらしいんだ上着を持ってった方が安心だと思うからみんなにメールで伝えておくねありがとうございます男の学生は 何をしなければなりませんか二番地域の池花サークルの部長から、留守番電話にメッセージが入っています。このメッセージを聞いた後、 ポスターのどこを直しますか森さん、島田です。メールありがとう。急いでるので電話しました。森さんが作ってくれた展覧会のポスターのファイル、見ました。会場とタイトルの文字を去年のポスターより一回り大きくしてくれて、見やすくなったと思います。いけばの,の写真なんだけど、 位置ががいいくらか左に寄ってるる感じがするんだ。少し真ん中に寄せてくれるあと森さんは日時が書いてある位置を少し下げた方がいいって提案してくれたけどそれは動かさないでいきましょうじゃあよろしくお願いしますこのメッセージを聞いた後、ポスターのどこを直しますか お菓子の会社で男の人と女の人が話しています「女の人はこのあとクッキーの企画の何を変更しますか?」山田さん新商品のこの企画書読みました甘さを抑えた大人向けのクッキーの企画いいと思いますよ。うちのクッキーは これまで子供をターゲットにした商品ばかりでしたからね。ありがとうございます。箱のデザインは高級感を出そうという狙いですね。はい。販売価格を少し高めに設定したので、それに合わせてみたんです。そう。この案だと商品が店の棚に並んだときに、消費者の目に止まりにくいように思うんですよ。少し目立つ色も入れたりするとかしてみてくれます はい、そうですねじゃあ価格については価格は後で細かい調整をしますから企画書のままでいいので指摘した点を修正してもらえますか発売する時期は今のように「来年の春」とだけ書いておいてくれれば十分ですわかりました女の人はこのあと「 クッキーの企画の何を変更しますか四番大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後どうしますか鈴木くん、確か金魚飼ってるって言ってたよね。うん。 私も2ヶ月前から飼い始めたんだけど魚を入れているガラスケースがすぐに汚れちゃうんだ毎週のように掃除しなきゃならなくてどうしたらいいかな水の中に貝は入れてるガラスケースについた汚れを食べてくれる貝があるようん店で勧められたからねそっかあと餌の量が多かったり日当たりのいい部屋に置いたりしてないそういうのも汚れに影響するよ 私の部屋日当たりがいいけど他に置くところないんだ餌は店で教えてもらった通りにやってるよ少なすぎるかなと思うくらい場所は玄関に置けば餌は食べずに残ったものが汚れの原因になるから少なすぎるぐらいでいいんだよそっかじゃあ餌はいいとして置き場所を変えてみる 女の学生は、この後どうしますか五番会社で、課長と男の人が話しています。男の人は、この後何をしなければなりませんか 中山さん、新製品の洗濯機につけるマニュアルの案、見ましたよ。ちょっといいですかはい、課長。今回のマニュアルは、詳細な取扱説明書と簡単な簡易説明書。これは印刷物で、もう一つはインターネットの使い方の動画。この3つということですね。はい。詳細な取扱説明書はこのままで問題ないです。 簡易説明書の方は文字を大きくしたんですね。はい。見やすい方がいいと思いまして。いいと思いますよ。絵もシンプルだし、説明の言葉も簡潔で。動画は、洗剤を入れるところなんかはあんなに時間を取らなくてもいいんじゃないですかああ、そうですね。他にも余計なところは省いて、もう少し簡潔にしてみてください。 動画の字幕を複数の言語に対応させたのは、今のニーズに合っていると思いますよ。ありがとうございます。承知しました。男の人は、この後何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めますですか 1>, 1番男の人と女の人が今見た映画について話しています女の人はこの映画の何が一番良かったと言っていますか女の人です ああいい映画だったねうん音楽も映像も評判通り印象的だったほんと音楽が流れるタイミングもよくて途中で何度も泣きそうになったよそれに夕日が沈む海の映像綺麗だったなうん綺麗だったね私前に原作の小説を読んだんだけど 最後はあまり希望が持てない感じで終わるんだ映画は主人公の明るい未来を予感させるような終わり方になっていてそこが最高だったななるほどねそれに主役の男の子とても新人とは思えない演技力だったようん彼はこれから人気が出るだろうね 女の人はこの映画の何が一番良かったと言っていますか 2> 2番大学の授業で先生が学生に話しています。先生は 実験に協力してくれる学生として、どんな人を募集していますか 私の研究室で来月を行う実験に協力してくれる学生を募集しています。今回は人間の脳と運動機能の関係についての実験です。1日に少なくとも6時間は睡眠をとっている人のみ参加できます。実験の内容は30分程度映像を見て質問に答えるもので、 実験中に走ってもらうようよなことはありません過去に私の研究室の実験に参加したことがある人でも参加できますので是非ご協力お願いします先生は実験に協力してくれる学生としてどんな人を募集していますか 3番会社で女の人と男の人が話しています男の人がこの専門学校を選んだ一番の理由は何ですか 佐藤さん仕事のあと山川 IT 専門学校に通ってるんだってうん前から少し関心があったんだけどウェブデザインの知識や技術を身につけられたらいいなって思ってそう私も興味あるんだけどどうして山川 IT 専門学校にしたの会社の帰りにに行くししては時間がかかかるでしょまあもっととと通いいやすいところとか いくつか候補はあったんだけどね山川は少人数制のクラスだから丁寧に指導してもらえると思って授業料が安いとは言えないんだけど行く価値はあると思ったんだへえ何かウェブ関係の資格を取るつもりうーん今はそこまでは考えてないけど資格試験のためのコースもあって結構合格率も高いみたいそうなんだ。 男の人がこの専門学校を選んだ一番の理由は何ですか4番会社の送別会で男の人が話しています。男の人は 会社を辞めて何をすると言っていますか皆さん、長い間お世話になりました。 この会社では多くのやりがいのある仕事に関わらせていただきました。退職後は自分が卒業した高校のサッカー部。まあ、何度も全国大会に出ているような強いチームなんですが、そこでコーチの仕事をする機会を得ました。ご存知の方もいると思いますが、私、大学まではサッカーでプロを目指していました。就職してからも指導者の資格を取ったり、週末にボランティアで地域の子供たちに教えたり、 ずっとサッカーに関わってきましたやっぱり自分はサッカーが大好きなんだと思いますこれからはその道で頑張っていきたいと思います今までどうもありがとうございました男の人は会社を辞めて何をすると言っていますか 5番保育園で保育園の先生と男の実習生が話しています先生はこの実習生に対して何に気をつけてほしいと言っていますか 山下さん、今日もお疲れ様でした。2週間の実習も半分終わりましたがどうですかははい。い最初の頃よりは緊張しなくなくったと思います。でも子供が危ない目に遭わないようにきちんと気を配れているか不安です子供の安全は一番大切なことですからね散歩や外で遊ばせる時山下さんが注意しているのは見ていて分かりますよ。 ありがとうございます。指示を出すときも子供が理解しやすいように言い方を考えて話していることがわかります。だからこそ子供と接するときもう少し低くかがんで話せたらいいと思いました。はい。子供が先生の顔を見上げなくてもいいようにしてみてくださいね。いつも子供や保護者の方に元気に挨拶をしたり明るく声をかけている姿勢には 感心していますよ。続けて頑張ってください。はい。ご指摘いただいた点に気をつけて頑張ります。先生は、この実習生に対して何に気をつけてほしいと言っていますか 6番魚屋で男の店長と女のアルバイトの人が話していますお客さんを増やすために新しく何をすることになりましたか 最近お客さんが少なくなっていて何とかしたいと思っているんだけど何かいい案ないかなそうですねスーパーの方が安いですしお客さんは向こうに流れちゃいますよね価格は変えられないとしても何か考えましょう今店で魚のフライを惣菜として売ってるけど焼き魚とかもっと惣菜の種類を増やしてみようか。 それで今やっている鮮魚の宅配に加えて惣菜の宅配もやってみたら需要あるかな魚料理は手間がかかって大変だと思っている若い人もいるだろうしこれ以上宅配が増えたら対応できませんよお惣菜も私一人じゃそんなに作れませんしあの最近は全国各地に旅行されて 地域の美味しい魚を食べたりしている人も多いのでたまにその魚が置いてないか聞かれるんですうちの店でまだ扱っていない魚結構あるよね今はいろいろな地域のものも仕入れやすくなってきたからうちもいろいろ置いてみようかそうしましょう喜ぶお客さん多いですよ お客さんを増やすために新しく何をすることになりましたかここでちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番 ある宿泊施設について話していますこちら宿泊施設旅宿は宿泊者数が10名の小さな宿です旅行好きのご夫婦が開いた宿なんですがなんと3ヶ月先まままでで予約で埋まっています。利用者の大半は単身で長期で滞在する方も少なくないそうです。ここではは宿泊者はみんな、 オーナーの家族と一緒に食事の準備、食事を共にするため、宿泊者同士すぐに仲良くなります。みんなでバーベキューや花火をすることもあるそうです。常連のお客様はもちろんのこと、評判を聞いて訪れる新規の方も多いとのことです。レポーターはこの宿の何について話していますか 1, 1人気がある食事のメニュー 2, 2オーナーの若い頃の経験3宿泊客に人気がある理由4これから始めるイベント

企業や店が増えてきてきいます例えば「病院にはストレスを減らす香りを」「オフィスには集中力を高める香りを」といったように香りを活用した市場は今や3,000億円を超える規模となっており今後も期待されますアナウンサーは。 何について話していますか 1, ?1 今年新しく開発された香り <S 2, 2 <S 様々な香りを楽しむ方法3香りを利用したサービスの広がり4ある香りが持つイメージ 3番テレビでレポーターが話しています車に商品を積み込んで地域を回る移動スーパーここ北山村の移動スーパーは自治体の補助金を得て週に2回食料品や日用品などを高齢者の自宅を一軒一軒回って販売していますそしてお客さんの表情や話し方から 高齢者の体調に変化がないか確認しているんだそうです。様子がおかしいなど気になることがあった時は自治体へ連絡することになっています。これにより自治体が高齢者一人一人の状況を知り健康を守ることができるそうです。レポーターは北山村の移動スーパーの 何について話していますか ?1、1> 高齢者をサポートする役割 2>, 2、取り扱っている商品の豊富さ3、高齢者を送り迎えするサービス4、利用者からの意見 4番、テレビで料理研究家が話しています。この番組をご覧の皆さんの中には小学生のお子さんをお持ちの方もいらっしゃると思いますがお子さんは料理ができますか私は子供は料理をした方がいいと思っています。料理することを通して子供は順を追って物事を進めることを覚えるでしょう。また 足りない材料を違うもので代用するなどして工夫する力を身につけていくことができますさらに親子で料理をすればコミュニケーションも深まりますよねこれらの経験は将来きっとお子さんの財産になるはずですよ料理研究家は何について話していますか 子供に家庭の味を伝えることの大切さ 2, 2子供のコミュニケーション能力を高める方法3子供と楽しく料理をするための工夫4子供に料理をさせることのメリット 5番地域のテレビ番組で小川市の市長が話しています地方都市である小川市は長年医師不足の解消が課題となっていました私立病院が医師の募集を出しても設備や環境が整った都会の病院での勤務を選ぶ医師が多いため応募者がなかなか集まらずまた 都会の病院へ転職する医師も多いためです。そこで市ではインターンを終えた後に私立病院に勤務できるという医学部生を対象に奨学金を支給することにしました。また市内の病院に勤務している医師に対しては研究費の一部を補助する支援を充実させていきたいと考えています。他にも今後 いろいろと手を打っていきたいと思います。市長は何について話していますか。一。医師不足による市民への影響。二。医師の数を確保するための対策。三。 市内の病院が減った理由四。市の奨学金への応募状況問題四。問題四では問題用紙に 何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。 1番。1> あれアンさんアンさんに会うの大学を卒業して以来だよね。1。1> 本当によく会うよね。2>, 2。久しぶりだね。元気 ?3。じゃあ、卒業式の日に会おうね。 2番午後出張でしょもう行かないと飛行機に乗り遅れるよそれなら急がなくてもいいねもう間に合わないってこと 3> 3そろそろ出るよありがとう。 3番桜電気からの提案断るつもりだったけどプレゼンを聞いたら文句のつけようがなかったよ1じゃあ受けることにしたの 2, 2ねえ僕に不満を言わないでよ 3, 3断る理由ができたね 4番うちの高校の試合去年の優勝校が相手か負けるに決まってるよ 1, 1負けないって信じてるんだね 2, 2ええー、もう試合終わっちゃったか3やってみなきゃわからないでしょ 5番今度初めて海外勤務になるんだけどうまくやれるか不安でしょうがないよ。ううまくいきそうなんだね 2> 2大変かもしれないけど頑張って。少しは心配したら 6番中野さん、昨日のゼミのパーティー、中野さんも来られたらよかったのに。1>, 1、行きたかったんだけどね。2、2> 本当に参加してよかったよ。3、都合が合えばね。 7番森さんまだ来ないよ森さんに限ってまさか試合に遅刻することはないよね 1, 1あ連絡があったんだね 2, 2遅刻してばかりだよね3森さん今まで遅れたことないからね 8番今日のイベント天気予報が言うように夕立ちが来たら途中で中止にせざるを得ませんね。1続行できないですもんね。2, 2そのまま最後までやるんですね。3, 3え、イベント中止になっちゃったんですか 番今年度の売り上げが出たよ過去最高だったおととしに次いで高かったよ 1, 1おととしを抜いたんですね <S 2, 2 <S 過去最高なんてすごいですね3来年こそはおととしを超えたいですね 10番昨日私が話したことやっぱり聞かなかったことにしてくれない 1, 1ちゃんと聞いてたよ2えどうして何かあった 3, 3ああ今日なら時間あるよ 11番商品の発送作業終わりそうにないね。他の人に手伝ってもらうより他ないか。1, 1そうですね。誰か呼んできます。2, 2誰もいないんじゃ仕方ないですね。3助けてもらえてよかったですね。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます大学でダンスの先生とダンスサークルの学生二人が話していますダンスコンテストまであと1か月だねはい今年こそ賞を取りたいですそうだねでも僕たちは人数が少ないし 何か足りないよねうん人数が少なくてもかっこよく見えるようにもっと難しい動きを取り入れた方がいいのかなうーん今から難しいものを取り入れるのは時間的に厳しいね去年踊りながら衣装が変わっていくチームがあってびっくりしたんですけどそういう衣装や小道具で変化をつけるっていうのもいいかもしれません衣装はもうできてるんだよね。はい インパクトを与えるなら、かっこいい曲に一部変えるとかどうでしょう候補に上がってた曲がもう一つありますよね。ダンスの初めの部分をそっちの曲に変えられませんかそうだな。それよりも小道具で工夫するのがいいかもしれないね。何か手に持つとか。今回のダンスのイメージなら、和風のものが合うと思うんですが、どうでしょうか例えば、扇子とか。うーん センスででそんなに印象変わるでしょうかパッと広げたりすれば動きが大きく見えると思うよ。じゃあそれ試してみようか曲を一部変えるのもいいと思ったけどそうすると動きも見直さないといけないからこのダンスサークルはどうすることにしましたか 難しい動きを取り入れる。2, 2曲を一部変える。3衣装を他のものに変える。4手に持つものを取り入れる。 ラジオを聞いて女の学生と男の学生が話しています桜遊園地ではお客様への感謝の気持ちを込めて来月10月から12月まで月ごとに特別サービスをご用意しています10月は入り口で学生証を提示すると入場料が半額になります学生の皆さんチャンスですよ11月は 売店とレストランで使える500円分の割引券を一人1枚差し上げます12月は入口でお客様にくじを配り毎日抽選会を行います桜遊園地の年間パスポートやオリジナルグッズなど豪華な景品をご用意していますまた毎年人気のスケート場を今年も12月と1月の2ヶ月間オープンします 皆様桜遊園地に素敵な思い出を作りに来てくださいお待ちしていますサークルのみんなでどっか遊びに行きたいねって話してたよね桜遊園地いいんじゃないいいね学生割引のある月が良かったけど僕その頃ちょうどハルバイトが忙しいんだよね無理しなくていいよその後は500円分の割引券がみんなもらえるならいいよね うんじゃあみんなに声かけてみようスケートも行きたいなスケートもできるときに二人で行こうよいいよああそこの遊園地の抽選会って景品が豪華だから人気あるんだよ混みそうだからその時期はやめて次の月にしよううんいいよ質問1 サークルのみんなと一緒にいつ桜遊園地に行こうとしていますか質問2二人はいつ桜遊園地にスケートをしに行くつもりですか Thank <music> you.